はい、それでは今回世界と日本の交通通信網というタイトルでやります。この交通と通信、2つが一体我々の生活をどういうふうに変えたのかというところを考えていきます。で、まず輸送なんですが、輸送については海上輸送と航空輸送、これは日本と外国とこう結ぶ時にはですね、当然、輸送の中では陸上輸送もあるんだけども、外国との関係で考えるならば、主に、海上、海と、航空、空であろうということですね。でそれぞれ、いいところがあるので、それを特徴を分けて考えてみたいと思います。まず海上輸送ですが、一番のいいところは安く大量に運べるということです。船自体がすごく大きいものであるならば、そこに、入れる。で大型荷物でも、例えば、大きな車体の、自動車とかですね、ああいうのも、基本的には、船で、運んで輸出したりとかしていますよね。安く大量に、やるということですね。ただし、時間がかかるというところがマイナス面かもしれません。でそこを補ってくれるのが何かというと、次の航空輸送ですね。これもスピードが速いと、短時間で、目的地まで着くことができるという点で、いいんですね。しかし当然、マイナス面もあって、さっきの海上輸送のメリットが実はここでのデメリットになるわけですね。機内の、大きさが小さいのでちょっとしか入らないので、高くなってしまうということですね。なので、飛行機を使う場合は、小さくて高価なものですね。精密機器だったりするわけですが、これを、持ってきたい。または、すぐ食べないと腐ってしまうような新鮮なもの、これも、航空輸送の方がいいというふうに言われています。そして、航空路線が増えて、世界が近くになると、航空路線増ですね。これは一般的に、時間距離というふうに言われています。距離というのは、何キロとか何千キロという形で、距離がありますが、そこに到達する時間が短ければ実際には時間距離というのが縮まったというふうに言ったりします。かつては何日もかけて、行ってた海外が数時間で行けるようになると。でこれはやっぱり航空路線の増えたおかげであろうというふうに思います。で今度は日本国内の交通に限ってやってみます。まずは新幹線ですね。東京オリンピックに合わせて、作られたこの新幹線、とか、あと各地に作られる空港、そして高速道路ですね。こういったものが日本中の距離を、縮めてくれたということですね。はい、非常にこの国内交通の整備というのがあって、日本全体、いろいろこう、いろんなところまで行けるようになったということです。で、何かを運ぶ輸送ですが、輸送は人を運ぶのと物を運ぶのと分けて考えます。人を運ぶのを旅客輸送というふうに言いますが、これは日本の中で最も多く使われているものって何かというと、実は自動車なんですね。自動車が第一、人が移動したいときに、自動車を使うと
バスとかも含めますね。これは、自動車になります。じゃあ物はというと、実は物も自動車なんですね。まあ、あの自動車っていうのは非常に、便利なもので、多くの人が自動車を使うということになっているんですが、ただしちょっと日本は特徴的なことがありまして、まあ、こちら見てください。こちらはですね、かつて1960年よりも2015年の方が自動車の割合が多くなりましたよと。上が旅客輸送で、下が貨物ですね。はい、これ両方とも同じような感じで見えますが、ただ国際比較で、言われているのは、ここの2015年の鉄道ですね、 30.8%、実はまだまだ日本というのは鉄道、でいろいろこう動いている人が多い、国なんだよということですね。鉄道というものが結構重要視されていて、通勤や通学、その他で、鉄道がまだまだかなり使われているんですと。まあ、世界だと結構土地が広いところだと鉄道を多くこう使うということよりも自動車で好きにこう行くというイメージがあるようなんですが、日本の場合はまだまだその鉄道の重要性というのがある国だというふうに言われています。次、通信についてです。通信はパソコンや携帯の普及、これが、まあ、ここ、数十年ですね、十数年でかなり普及したことによって、かなり革命的なことが起きています。で、大陸間の通信については、通信衛星を使ったり海底ケーブルを使ったりして、外国と の関係を築いているわけです。で、そうですね、ただし、問題があります。情報について、格差が生まれてるんじゃないかということが言われるんですね。確かに多くの人が携帯スマホを持ちます。で、そこから情報を手に入れることができます。しかし、その情報について読める人と読めない人では、まあ、かなり大きな差が出てきてしまうでしょうと。それから、情報を受けるだけの人と情報を発信できる人と、この差が生まれてきてしまうでしょうということですね。情報機器を扱える人はそのたくさんの情報によって多くの利益を生んでしまうけども、一方で全くわからない人はわかる人に教えてもらわなきゃいけない、もしくは教えてもらえないので、孤立してしまうというか、そういった状態になってしまう可能性もあるということですね。だから情報教育っていうのはとても大事だというふうに言われているんですが、情報活用力とかも大事だというふうに言われているんですが、まあでも、私の感想から言うと、かつて、ほどの情報格差はないんじゃないかなとかって思ったりしますね。実際には、例えばかつてはテレビに出れる人とか、まあ、一部で、そういう人でないと日本中や世界中に、物事を発信できなかったですね。新聞社だとか、まあ、そういったところの人たちも、まあ、いろんなところでこうした方がいいよっつって発信できるけども、できないっていう時代がありましたね。でも今はスマホとかがあれば、そこで撮った画像とか動画とかですね、まあ、そういったものをすぐアップして世界中の人に、発信できると。だから本当に力の小さな人でも日本中世界中を動かす、
ことができるっていう状態自体はとても以前よりも情報格差は縮まったような気がしますね。ただし、それをかなり活用している人と、全然活用できない人っていうのが差が出てきてしまうので、これについてはできるだけ格差を埋めるためのものが必要になってきます。その一つに実は教育というものがあるかもしれませんということですね。いろいろちょっと考えてほしいなというふうに思います。以上です。